なんかなくなりそうな感じだよね。その点々。ないんじゃない。ヘッドがやりすぎ入ってる。ないか。どうがいいか。なんか怖い。三車線です。ないの。ああ。ない。1.5 キロだけ。あったの声それ。ちょっと驚くから。あーごめん。1.5 キロだけ。あいつ噛み殺してやろうですか。わかんねえ。あ、ごめんごめん。ペコポくん。全然できないんだ。これは。あの、僕も今日少しこの元気もないですか。元気界で横で入れてたら、うちが気をなくするから、一緒になって飛び落ちる。ごめん。じゃあ、この足柄サービスエリア行ってみるか。運命の。あ、そこから来たの。そこを抜かしていくのやめた方がいいと思う。ヒートマンたちに聞い取られてまっすぐ一緒に行っちゃう可能性。
いいお店だ。何あの3つのお店。でも大丈夫、誘導してくれるって。あ、本当。じゃあいいや、もう何も考えお任せする。何も考えたくない。ふぅ、疲れた。お前はあっち行け、お前はあっち行け、お前もあっち行け、お前らもあっち行け。どっちだろう。まっすぐ、まっすぐ。あ、この先か。作りがよくわからないけど、おばあちゃんに聞かないけど大丈夫だ、こうやって、ね。え、開いてんの、ここ。開いてない感じがするんだけど、こっちの方が。いや、結構奥もあるじゃん。あ、そういうことね、奥まで行けん。ドッグランみたいな感じで、足柄とか。あら、ポンちゃん、ドッグランがあるよ、ここ。お前疲れた。雪の中のドッグラン。いや、やめたい、そうだ。いや、でも、うんこ一回させてあげたい。あ、まあね、それは。だって雨よりは雪の方がマシかな。ちょっと精神的にやんだよ。2歳です。どこに誘導か。だから俺はこっちの方まであるもん、だって駐車場が。あっちはやった。エンカル巻いてる。これはこっちだ。はい、どうぞ。そこで見るには別か。あ、行ければいいけど。うん、そうです。行っちゃいます。シンクロの。あ、行ってんね。